声入ってる？いつもより若干声ちっちゃい。ちょっと待ってね。こんぐらいかな。よし。どうも皆さん、こんりょうま、宗栄龍馬と申します。本日は原神、やっていきたいと思います。まあ、原神はね、まあ、サムネとかにもある通り、ちょっと作業会。作業会というかね、素材をひたすら集める会にしたいと思いますので、ラジオ感覚で聞いていただけるとありがたいです。で、なんで素材を集める会にするかっていうと、何を見せればいいかな。あ、これか。冒険ランクがね、45になって突破可能ってなったんで、まあ、突破をしたいなとは思いつつも、素材が、あ、フレンド来てる。バニラさん。誰だろう、バニラさん。まあ、でもフレンドって何ができるんだ？まあまあまあ、いっか。せっかくね、どっから見つけたのかわかんないけど、8。フレンドが何できるかわかんないけど、追加しといた。で、そう。で、45で突破可能なんだけど、突破したら、まあ90レベルに上げれるようになるのかな？なんだけど、まあ、今の現状の私のパーティーは、主人公、ベネットくん、ライデンさん。どうも皆さん、こんりょうま。宗栄龍馬と申します。こんりょうま。来ていただいてありがとうございます、バニタロウさん。そう。で、ね、今のメインパーティーを見ると、まあ、レベル70がいたりとかしてね。オスです。突破素材がね、まあ、ないんですわ。見ていただくと分かる通り、突破素材がないんですわ。だからね、ここら辺の素材集めをね、しないと、レベル90が上限になった時に、まあ、痛い目を見そうっていうのが分かるから、ちょっとそこら辺のね、素材集め。ライデン将軍なんてさ、もう、ないよね。しかも、これってさ、合成で獲得。無双の雷、あ、ね、無双の雷倒したら、これ手に入るんだ。あれは？雷のやつ。これかな？あ、一応出るんだね、確率的には。一切見たことないけど。多分これは、90に上限突破して、じゃないと手に入んないの。もしくは、アメジストをひたすら貯めて。出るけど滅多に出ないね。ですよね。だからここら辺をどんどんごちゃごちゃ固めないといけないんだけど、6個だろ？これが6個ってことは、塊見に行くか。塊3つでこれ1個だったら、胃が痛いんだよ。今回の配信で1人でも集め終わればって思うけど、多分無理だから、これのランク1個上げる前にやっといた方が、まあ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 って感じじゃないですかね。はい。お、作れる。3つだよね。うわー。うわー、考えたくない。とても考えたくない。でもやるしかない。つわけて。今日の目標は、僕の今のメインメンツっぽいやつらの、突破素材をとりあえず集める。頑張る。あとね、ここのレベル70枠どうしよっかな。これはさ、これのキノコンの奉仕の1個前が多分買えるから、これはなんとかなると思うんだけど、一旦買っとく。キノコンの奉仕の1歩手前って多分買えるよな。スターダスト交換。
そう、これが多分買えるから。やべ、全然ない。え、全然ない。やばいな。素材集めをろくにしてない。てか、スメール編入ってないからさ、素材が多分全然足りないんじゃないか。グロい、グロいよ。スメール、スメール、スメールじゃない、キノコン、キノコン。これが今欲しいん？これ、あれ？あれ？何が欲しいんだっけ？キノコンの小胞子ってやつが必要なんだけど、小胞子、キャラと総金閣、民金閣、あれ小胞子じゃないじゃん。あ、こっちだ。ふん、あ、足りた。これでナヒーダさん突破できるんじゃない。やったー、てってれー。まあ、てってれーはいいんだけど、あーあー、やばい。ハスが、ハスが全然足りない。コツコツやんなきゃ。ハス、まあ、買え、確か買える分も買っ、あったはずだから、まあ、ちょこちょこ集めるか。とりあえず、樹脂があと少しで溜まるから、それまでは、そこら辺の素材集めしよっかな。復活してるかな？どうだろう？頑張って集めないと。なんか、レベルが全てではないんだけど、一番上げやすいところだと思うからさ。つうわけで、主人公くんはちょっと、ナヒーダさんに代わってもらって、また見識を、何、僕がいつも回ってるここが回復してないってことはないかもしれんね。これはマップってか調べるか、ハスの集めるところ。最初はね、素材集めなんてって思ってたけど、大事だわ。手をつなぎましょう。よっと、滑り落ちる。うん、もう一セットぐらいなかったっけ。あったけどスタミナ、あ、私にはわからない。ごめんよー、悪気はないんだな、ヒーダさん。何個集まるかな。2セットぐらいで上がるんだったら、ひらちょっと置いといて、スタミナが、復活、したらばこっち方面だね。いや、違うルートで行くと道分かんなくなるから。僕方向音痴だからさ、いつもの、いつもと同じ道じゃないと絶対迷うんだよ。自信があるわ、迷う自信が。冒険だ、冒険。結局そう、昨日ね、ドキドキ文ゲームやった後寝れなくて2時ぐらいまで起きてたんだよな。なんか心がザワザワするとかじゃなくて、あんだけ長時間やってたから眠気とはまた別の、なんて言うんだろう、疲労感はあったんだけど、アドレナリンが出て。配信切った後って眠れないよね。眠れるときは眠れるけど、基本眠れないね。確かに
あのよっぽど眠くなってたらそのまますっていけるけど、まあ、大抵は無理だね。体は疲れてるけどみたいなさ。うんうんうん、あの脳みそだけが活発になってるみたいなね。全部丸見えね。配信は頭使うからな。はい。でもドキドキ文芸部はね、そんな頭を使う内容じゃなかったから、まあまあまあまだまだ助かったね。パズルとかやったら多分とんでもないことないでしょ。ここか。よし、次。てか将軍の素材が必要なら手伝いに行くよ。あ、出た。手伝い。手伝いって。どうすればいいんだ。頭にキノコが入るわよ。そうか、遺跡じゃないから、あの誰かにお手伝いを頼むってことができるのか。いい天気ね。暖かいわ。時期にあたりも賑やかになるわね。世界入ってもいいなら加入申請するよ。加入申請というやつがあるんですね。あ、やばい。ぷよーん。加入申請オフにしてた気がするな。え、どうやっ、これだか。マルチプレイのこれだよ。許可が必要。これにすればいいのかな。いや、わかんない。全然入っていただいていいですけど、その入った時の挙動がわからん。何もすることないんだったら全然いいよ。あ、これだ。あ、これこれバニ太郎さんだったの。わあ、わあ、びっくりした。落ちるよそこ。ヒュン。なるほど。え、キャラが2人になるんだ。あー、なるほどね。へえ。じゃあちょっとキャラ変えようかな。これ待って、名前が出てこない。国勢違う。いや、わかんない。キャラがピンとこないぜ僕は。これってさ、僕が移動したらバニー太郎さんも移動するのかな。ん、む、む、そこら辺の意味合いが分かってないよ。しないよ。ああ、じゃあ一緒にここ行こうよとかって言わないといけないんだね。そうそう。じゃあ雷電将軍のボコボコにしていきますか。こっちの方がいいのかな。こっちの方が多分あの突破素材の方も必要だから。ベネット君にして、主人公にした方がいいんかな。シールドキャラいる。あった方が楽かも。シールドキャラ、いないけど僕いなくてもね、 なんだかんだゴリゴリいけてるからいいかなって思う。回復でゴリ押してんだよね。いっか、いけるいける。一人でも回せるから僕。レッツゴー。すごーい、マルチプレイができる。出発だ。燃えろ。なんだあの柱。冒険だ冒険。あ、すごいすごいすごい。敵が溶けていくぞ。危ない。僕の方には来なかった。そっか、タゲ取りとかの概念も発生してくるんだ。え、秒で溶ける。強っ強っ。よいしょ。こっちこーい。よし。あああああああ。すごすぎる。これってさ、素材は僕だけが受け取れるの、それとも2人とも受け取れるの。
やったね。みんな受け取れるよ。あ、ならよかった。突破素材は必要じゃないかもしんないけどね、そのあった素材は使えると思うから。そしたらね、上の七天神像行って釣りしてようかな。復活まで2分後だよね。だからそれまで釣りして、あ、ここじゃないな、反対側だな。あれではその雷電将軍用のね、釣り交換武器漁獲を交換したんだけど、それの突破素材に確か鉄砲魚みたいなやつが必要だった気がするから。へえ、こんなマルチプレイが。あれ、ない、いない。いないから全釣りしてよ。ただ単純に、逃げちゃった。それ、ピョンピョン、パク。なんか釣りするのも久しぶりだな。よし、もうすぐ釣れるぞ。ちょっとね、それまではなんでもかんでも、多分素材っていう素材は僕は集めてないから。あれだよな、でも確か身は足りてるんだよな僕。あ、足りてね。ああ、身集めないと。身集めればよかった。身集めします。身集めして、治ったら、治ったら復活したらもう一回行くか、権限。マルチプレイって、そっか、4人とかになったらさ、それぞれがそれぞれのキャラ使うみたいな感じか。今2人だから、やばい、冒険だ、冒険、無視しよう。属性のシナジーがないや。てってこてってこ、身を集めてます僕は。てんてんてん、これこそナヒーラさん持ってくればよかったな。よし、出発だ。これさ、僕はさ、配信してるだけだからさ、ナヒーラにしていいよ。ナヒーラにしていい？あ、いや、でもそんな変わんないからいいかな。僕はさ、配信でお話しすればいいけど、バニー太郎さんがさ、コメントしないといけないから。完全に手が足りないってやつだな。雷電将軍の突破用素材。あ、足りた、足りた。よし、足りたぜー。だから、また、狩りに行きましょうや。ほいほいほい。こんなにぐるぐる回されると思ってないんだろうな、こいつも。かわいそうに。おお。すんごいエフェクト。溶ける溶ける溶ける。落とせる。暗い。お客さん強いですね。
強いね。さあまた、じゃあ身集めするか。他でも、他のキャラでも多分身使うから。関羽が強い。関羽か、名前が出てこない。甘い雨の人。そう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 、そう。僕もベネット君持ってるけど、ベネット君ね、そんな突してないからあんま強くないんだよな。星5の炎キャラ欲しいな。棒状とかでもいいから。でもベネット君ってそんな弱くないよね。むしろライデン将軍とかと合わせるんだったら強いイメージはありつつも。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。すごい、タコ狩りにまで付き合わせてもらってる。わーい、妖怪語原神プレイヤーだ。こんなもんかな。なんか謎解きとかも全然やってないんだよな。ま、謎解きはいいや。あ、やってる。これはどういうタイプの謎解きなの。全部同じ方向に叩けばよくてって感じか。あ、もう、じゃああとこれペッペッて。わーい、まるで奇跡だ。感謝感謝。もうもうウハウハだ。ウハウハだ。こんな世界があっていいのか。でこれで遊んでたら、あ、まだ1分。いて、燃えろ。やめ、僕がさ普段キャラをコロコロ変えるからさ、なんかこんなにも二人だとやりづらいっていうのが。よし出発だ。喧嘩売ってるな。桁が違うよ桁が。なんだこの柱。あ、登れる。あ、勝利さんの、勝利先生の柱なんだ。こん中いるとシールド的なやつかな。はへー、よし、素材も集めたし。35秒。うん、まあ、いっか。でっかー、いいな。そのね、イベントで手に入る洗礼みたいなやつ、音がうるさくてちょっと閉まっちゃったんだよね。キュイキュイキュイってなるの可愛かったんだけど、最初はずっと聞いてたら若干ノイローゼ気味になっちゃって。ふよふよしてるやつね。そう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 、可愛いんだけど、可愛かったんだけど、なんかずっと聞いててうってなっちゃった。というわけでまた戻って、しゃ、ほら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 、どんな気分だお前、駆られる気分は。聞きたまえ、ここにて命ずる。ヘイ、全力攻撃だ。いや、どうよ。どうよ。バリ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 。そう、ベネット君今ね防御マシマシにしたから、なんか下でボコボコ殴っても、ね、一切ダメージ怖くないんだよね。こっち来いよ。いやね、知ってる。
バババババ。ああ。全然ダメージ食らってない。強っ。獲得。これ年中1から2手に入るから。あと13、6回。私もハウハ。あ、そうなの？6回7回ぐらい。6回7回ってえぐいな。どこ行こうかな。他になんか、ああ、そうだ。経験値集めもしたいから、あれだ。僕、濃縮樹脂が溜まってるから、タタラ砂の上らへんの経験値のところで、経験値狩りしてようかな。君ら固まれ。天道万象。はっ。腹が変わってる。かっこよい。ごめん、かっこいいって言って全然戦ってなかった。おお、すごい、これが原神だ。はい、濃縮樹脂使って、あっやばい、スタミナなくなってたの気づかなくてこんな浅瀬で溺れちゃった。これが原神だ。いいね、ワイワイできてるね。なんだお前、ガンダムモン。もう原神か、ガンダムみたいになってる。もうすごすぎる。38だからあれだ、脆弱樹脂を使うんと。僕、脆弱樹脂ね、53個余ってる。53個余ってる。無限に戦えるよ。残り30秒。もうちょいしたら戻ろうかな。そんなにあるの？わらわら。あ、集会っていう集会をね、したことないから、そう。ちゃんとね、コツコツは貯めてるんだけど、脆弱樹脂って多分冒険ランクとか上がったら手に入ると思うんだけど、一切ね使ってこなかったね。だから今日はいっぱいできる、いっぱいできるけど、ライデン将軍の素材溜まったらね。あ、復活した、行くぞ。あ、よっこいしょ。すごいもんな、一発が一番4000だもんな。もう335だだよ。どんだけ原神に力を注ぎ込めばそうなれるんだ。痛い。ね、レベルだけじゃないもんね、このエグさは。ちゃんとそれこそ生物厳選とかしたらこうなるのかな。
みんなは俺が守れ。よいしょ。いいね、生物、あまりの生物星4とかが手に入るから、ここで星5とかも手に入れば文句ないんだろうな。だって今のさやつで見たことない星4生物が出てきてるもん。よほどやってないってのがバレちゃうね。というわけでまた経験値稼ぎに地脈の方に行こうかな。でもここら辺の地脈ってあれだな、冒険ランク上がってからやった方が効率いいのかな。ちゃっちゃと冒険ランク上げて袖で勝ってもらった方が素材はうまいのか。もうあばば宝気満々だけど宝気満々だけど、これこれお前ら放ってればね、なんか1万5000の矢が飛んでくるぞ。トナの意を狩る狐。あ、これが出てる間に交換すればみんなもらえるみたいな感じか。でも冒険ランク上げるのってさ、確かあれだよね、一旦自分で頑張らないといけないんだよね。遺跡みたいなところで一人で潜って、それで多分ランク上げないといけないから、どうしよっかな。あっパッパ先にランク上げた方がいいのかな。ここのところどう思います、ランク上げてやった方がいいのか、それとも今素材集めてから危なっ。ランク上げちゃえ。じゃあ上げに行くか。どこだっけな、今なんか目の前で雷降ってる気がするけど知らない。あ、マルチプレイでは該当任務を行えません。うん、というわけで一旦抜けてもらおうか。じゃあありがとうね、感謝。よし、じゃあ僕のね、あれ？ありがとなす。いやむしろありがたいね、こっちは。ここは今ないマルチモードに入ってる。あ、入ってるっぽい、ね。周りを探索してみない。これをソロプレイに戻る。お宝が隠れてるかもしれないぞ。体力回復したらやるか。飛田さんの生物つけてる気がしない。あ、全部適当についてるからな。ステータスだって攻撃350の防具あ、武器もしょっぱいわ。そういえば忘れてた。またとしてもさ弱いよねステータスが。ここもやっとかないと。チーム編成しつつ、ナヒーラさんを主人公にして、次は何に会える。でいつも冒険ランク上がるとここだよな。あ、頑張れ頑張れ、お酒をいただきます。頑張れ頑張れ、ありがとうございます。昨日に引き続きお酒を飲む。普段はね全然お酒飲まないんだけど、連休だと飲むか。飲んだ方が楽しくなるからね。これかな、風と水。風と水か、まあなくてもいけるか。
なくてもいけるか。いけるいける。ダメだったら考えます。あ、そうだ、思い出した。目標を新しく発火させよう。目標フォロワー数をね、60突破したから今度は70。ベニー冒険団出発。ドロラララララララン。あ、た、今と今開始したからね。え、そういう、なんか冒険レベルというか、うわー、バイオだよね。わかる。あ、落ちてもなんもないんかい。冒険だ冒険。逃げ道はありません。いや、さすがに硬いな。元素爆発とかちゃんと使わんと。まあ、でもサクッといけるんじゃない？待って、デスクトップ情報がずっと出てる。180の、まずいな、時間制限はまずいな。DPS チェックみたいなことをやらされるのか。見切りました。あの雑魚敵がうざいな。ちょっとこいつ、逃げ道はありません。ここより。ゲイ雷電将軍かっこいいね。あ、君、え、君が出てくるの。弱い君は。だって、あ、やべ、弱いとか言ってごめんよ。ジャンプしてくる、知ってる。見切りました。僕のパーティーはさ、なんか剣とか槍ばっかだから弓欲しいよな。弓キャラ、まあ、九条さんとかになるから。でも属性かぶってんだよね、ライゼン将軍と。それこそ水キャラ欲しいよね。水バーバラぐらいしかいないから。みんなは俺が芽生えよ。よし、逃げ道はありません。その竜巻はずるいです。その竜巻はずるいです。危ねー。もっと早く。お、生えてきた。なんか聞きたまえ。ここにと命じる。逃げ道はあります。あと1分だったら枯れるかな。あとゴリ押してなんとかなると思う。裁きの雷鎚。無我の境地。私が世界ランク5の時に世界ランク8のお兄さんから原神なんて元素反応させとけば出るから、ランク上ランク上げた方がと。まあそうだね。まあうまくいけばそうだね。やばい、時間が。まずいっぴー。まずいまずいまずい。火力チェック入ります。でも DPS 不足やばいよ。逃げ道はありません。やばい、時間がない。体力は全然死なないけどさ。あ、ちょっと武器だ、武器強くしよう。これあ、そうだよね、ほら武器レベ強度。生物の武器レベも上がってない。そう、DPS チェック、ダメージがね足りんね。え、武器強化するか。
武器全部50レベルとか。もう原神プレイヤーが見たらね、多分悲しいことになっちゃう。それか、ね、あの、天部強化で、ごまかす？こういうやつで。どうしよっかな。一番はテンプ上げてないのが響いてるっぽいね。うんうんうん。こんばんは。ヒロさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。どうも皆さん、こんりょうま。そうえ、りょうまと申します。ここぞとばかりに、ね、今日はね、あのひたすら作業会となっております。冒険ランクがね、45を超えられそうなんだけど、ね、武器がね、武器がまず弱い。で、生物も弱い。天部も弱い。全部弱い。なので、そこら辺の底上げだな。底上げを頑張っていこう。うわ。うわ。なんもないじゃん。待って。テキストを出して。育成順序。テンプは1レベル上がるごとに火力 1.1 倍ですからね。ベニー冒険団出発。それ上げてないやつおる？上げてないやついるわけないじゃん。じゃあテンプ卑怯頑張ろう。育成の進め。全部じゃないんだよね。待ってるだけじゃダメって言うだろう。ま、運に恵まれない俺はどこに行っても同じだ。全部で出てくるこれ。してこない。カップで打てば出てくるかな。カップ。あ、出てきた。よし。一体どこから。ババーン。育成の進め。なので溜まっている脆弱樹脂などはレベル解放や天空秘境に回った方がお得です。そこら辺のあの経験値集めするよかだったらさっさと基礎的なところをガンガンやった方がいいってことだよね。はあ、あ、まあ、ここでいいか。オッケー、じゃあ天馬下しよう。天馬下しよう。デイリーやってないじゃん、まず。うわ、やべ。やべ。デイリーやってない。まあ、デイリーは、ん？勝手になんとかなるからいいや。メインで使っていくのは多分ライデン将軍とかベネット君だから、ここら辺の天部を上げれるようにしたくて、通常攻撃とかも火力上げれるんだったら上げた方がいいんだもんね。全然違うじゃんダメージ。え、全然違う。おい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 、マジか。全然、お、これいける。こんなことになるとは。こんなことになるとは。あ、これマルチでいけるんだ。ふーんふーん。冒険だ冒険。ふーん。いや、一旦待てよ、体力が削れてる。体力回復したら遺跡周回するか。あれ？どこって言ってたっけ？
もうおじいちゃん、さっき言ったところも忘れたのって感じ。あ、こういうのも上げれるやつと上げれないやつがあってってことか。オッケーオッケーオッケー。マッチング挑戦ってやれば誰か一緒に戦ってくれんだ。おへー、二人の回覧機のうち一体が倒れるともう一体の HP がすぐに大回復し強化効果を。え、日曜日めっちゃなんかドロップ増加。あ、日曜日に何ぐるぐる回った方がいいのこれ。明日原神するべき、もしかして。え、そうなの、知らんかった。例えば君の本も日曜日だし、日曜日だし、あ、これあげれる。うわあ、明日ぐるぐるした方がいいのかこれ。なんか日曜日は全部の添付本を選んで一種類確保できるという感じです。あ、今日でも取れるなら今日も取った方がいいです。明日に回すことはできないのか。分かったよ、やってくか。だからそんな最上位じゃなくていいから、レベル80なんとかもやんなくていいもんな僕は。原神から逃げるな。まあ別に逃げるつもりはござらんよ。まあ71ぐらいでいいよねっていう。ぽよん。え、ってなったらさ、これ樹脂使えるよね確か。だから樹脂を使い、濃縮樹脂を使って交換して濃縮樹脂を使ってってやれば一気に2倍消費できるのか。なるほどな。原神奥が深いね。室内なのに雷の音するよ。あとはね、僕7を積んでるから火力パーティーじゃないんだよね。さっきはそれが失敗だったかもしれん。体力的に問題ないんだったら、誰だっけ、名前が出てこない、ロサリアさんとかにしとけばよかったな。お侍さん、よ。すなわち永遠なり、見切りました。全力攻撃、はびこえ、よいしょ。逃げ道はあります。あとね、キャラチェンして戦ってるけど、キャラチェン、え、なに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 、キャラチェンしすぎなのかな。効率のいいさ、周回っていうかパーティーの回し方を全然把握してないから、そこら辺も大事なんだろうなとか思いつつ。みんながそばにいてくれれば。なんか、え、ずっと、あいつが弾打ってたのか。裁きの雷、いや、無我の境地。マジでベネット君のね、周回、ウルト周回が早い。こいつは優秀。ここで多分濃縮が使えるよね。あ、そうだよね。だから
って使って使って濃縮交換して使って使って使ってがいいんだろうね。おお、もう溜まったじゃん。コツコツ強化してこう。はザコ狩りをしてないから足りんわな、そりゃやばい。めっちゃ上がるじゃん、そら苦しいわそら苦しいわ。僕ライデン将軍上げれるところまでガリガリ上げたいな。別にライデン将軍に限らずとも何でもいいんだけどさ。いた。だからここね、ここ忘れないよ、ここ。いや楽しいけど別に集会とかはね苦じゃないんだよな僕。目的がある集会だったら全然いい。な、虚無みたいな集会だったらちょっとあれだけど。でこうして、はい、イーティングポテトエブリデイさん、はい、お昼ぶりですね。 Today I'm playing 原神インパクト。虚無集会になるからマルチがあるんだよ確かにマルチでもやっとらんと。これってさ、マルチでやったらマルチの元にのマルチの元の人にも素材が入るんですか。脆弱樹脂とかはどうなるんだろう。樹脂っていうか一緒にやりますか。今ね、さっきここにいるバニ太郎さんって人とやってたから、すごい大キャリーされてたんだよね。みんなでやってなんかみんなにも素材が入って、で樹脂は僕だけが消費とかだったら全然やった方が楽しいのかな。楽しいというか素材的にいいんだったら、どうすればいい。うわー、マルチプレイいっぱいいる。素材は各々回収できるし、みんなでやっていいんでない。わーい、どうすればいいんだ。じゃあフレンド、マルチプレイの何を出せばいいんだろう。結構いるな結構、あ、リョウム偽物偽物いぞ偽物別に僕が本物っていうあれでもないけど。アチーブメント溜まってる。僕は何をすればいいのかな。マッチングでいいのか。UID を貼ってもらえれば。ああ、なるほどね。UID ってこの右下のやつか。あ、フレンドを送りやすくなります。オッケー。重い。UID をコピーするとか。あればいいんだけど。行こうぜ。ないな。あったコピーでこうやって入って、UID。 いってて一体どこから。 UID 8億9533万5680。8億あ、来た。名前すごい人いない枯れピノモトカレ、わらわらすごいな。
これで僕が入ったらみんなが一緒に入れるって感じなのかな。え、じゃあ難易度は一番高いやつでいいんですか、これ。もうキャリーしてもらう気満々で多く。この名前のせいであるクエストでカレピの元彼のお姉さんという意味分から何呼び方をされました。カレピの元彼の、まずカレピの元彼でやばくて、でもう不思議な関係すぎる。行くぞ。えいっと、僕は死なないようにする。あった、え、硬すぎ。待って、ワンプやばいやばいやばすぎるよ。そんなにえぐいな。え、シールド系を積んだ方がいい理由が分かったわ。ちょ、ザコ狩りと、ちょ、ザコと戯れとくんで、あの強いやつよろしくお願いします。ザコをチクチクする、悲しい配信者の姿がこちらです。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。冒険っね、2人とも体力ね全然減らんもんな。よし、出発だ。ああかわいそうに。え、新キャラって何、そんなぴょんぴょん離れんの。わあ、欲しい。チリーン。あ、いっぱいもらった。まだやる、まだやる、まだやる。なんで主人公死んだままじゃね。やべえ、主人公死んだままだ。死んだままだ。やばい。ちょ、またザコ狩り。ザコ狩りすらできないんだよな。ザコ削りしかできない。ザコをさ、真ん中に押し出そう。あの、やめてください。僕なんか、やっても美味しくないよ。あ、まずい。今なんかね、あのツイン攻撃を受けてたよね。そうだよね。この2体がやばい。僕も死なないように戦うけど、ね、これってさ、片方ずつやった方がいいのかな。いや、なんか一気にやんないといけないみたいなの見た気がするんだよな。あ、これで全回復して、あとは頑張ってやろうねってことか。あぶなつい。よ、危ない、下がれ。僕はね、あのベネット君で回復フィールド巻くぐらいしかできないわ。メンディーね、あの実質さ、あのマルチを3人でやっ、3人なはずなんけど2人でやってるようなもんだからね。ラオ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 ラ。え、これってさ、死んだら報酬どうなの。あ、復活した、よかったよかったよかった。
あー、金が手に入ったり入んなかったりなんだね。わちゃわちゃしてるしてる。レッツゴー。冒険だ冒険。ザコを先に勝った方がいいな。危な。うん、僕ができるのはマジでヒールぐらいしかできない。ベネット君でヒールやるためにさ、あの炎元素貯めてみんなの周りにアタッカーだよなベネット君。違うのかな。よいしょ。だから2人は一気にさ倒せればいいんだけど。やばい。よいしょ。危ない危ない危ない。えでも回復キャラクターいるかな、もしかして。危ない、下がろう。よいしょ。雑魚キャラいたの気づかんかった。ウェーイ。あとはもうイージーイージーイージーって言って全滅しちゃった。これがしたかった、このタコ殴り。あったあっすっ、ナイスー。ジリーン。原神のプレイ時間みんなどうなってんだろうな。僕まだ濃縮樹脂やるから全然続けていいんだけど。回復助かる。濃縮あるからいいけど、どうします？濃縮取りに行くとかだったら全然そのままやってていいんだったらやりますけど、あと2回やってまた濃縮作ってやりに来るかな、何もなかったら。どうぞどうぞ。わーい。そのままやっててよきだよ。うっす。皆様の支えがあって僕は生きております。主人公くんずっと死んだままだけどね。怖いな。遠距離攻撃が怖いよね。待て待て待て、回復回復。はい、じゃあみんながそばにいてくれれば傷なんていかない。風がこと。燃えろ。いいね、なんかさっきの不運の事故のせいでさ、せいなのかおかげなのかわかんないけど、いい感じに。え、ナイスワンツーフィニッシュだ今の。一体をね同時に倒して回復もさせないで強いね。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。せえ。
らほらほら。だっこ、お。やりつつの。危ない。みんながいるところにね、回復の。お。危そう。こいつを僕の仕事は雑魚を狩りつつ炎を貯めてみんなに回復を巻くこと。あれ雑魚いる？あ雑魚まだいるな。ほらすごいな、その新キャラマジでぴょんぴょんしてるな。ハテ属性の強いキャラいないんだよね。えっほえっほ、一旦これで抜けるか。一旦出ます。これで多分強化できるんじゃないか、いろいろ。雷電将軍の天部、強化強い。一体どこから。サポートに徹するならベネットの他に将軍入れちゃったら、うん、そうだね、主人公くん今死んでたからさ。ベニー冒険団出発。全然レベル足んないじゃん。レベルってか唾が足りない。コンリョーマ、ヨツバさん、コンリョーマ来ていただいてありがとうございます。世間話はよさ、本日は原神。どうも皆さん、こんりょうま、龍馬と申します。好きやらはちょっとまた濃縮樹脂作ってきて戻りますね。今日は原神やっております。皆さんと一緒に、まあ、参加型という名の、大キャリー会させていただいて、みんなからね、おこぼれをいただいております。四つ葉さんはね、10時までのネットの命だから、まあ、それまでは配信しようかな。樹脂樹脂。待ってるだけじゃダメって言うだろ。これって溢れた分も、ああ全然疲れちゃう。恵まれないではどこに行っても同じだけどな。やばい、この星の核の方が足りなくなりそう。まあ足りなくなったらあとはひたすら樹脂を溶かしまければいいのか。つうわけで、ね、パーティーを変えるの忘れてた。来年将軍にして、なんか体力半分になってる人いるね。マルチ挑戦。レッツゴー。見切りました。あ、全然違うわ。雷電将軍入れて正解だ。画面がチカチカすること以外はね、全然問題ないわ。
なぜわらわに助けを求める。危ない。ベネット君のライフチャージャーがなければ死んでいたでござる。みんながそばにいてくれる。絆で。なんか頑張れてる感じがするな。よし。どうよ。みんなは俺が守れ。危ない。幻想チャージより先にさ、あのウルトが先に溜まるからクールタイムよりかわいそうです。はい。ね、お、ね。これさ、いくらやっても足りなくない？すごい快適。で集められる分集めて何ら損はないじゃん。これマジで集会一人でやってたら泣いてたと思う。そもそもまずこのレベル倒せないし、一個下でもさグルジーってなってるんです。みんながそばにいてくれれば絆って必要ない。あとどういんあっぴゃん全力攻撃だ。稲光すなわち永遠なり。黙々と作業し、あ、危ない危ない。さすがベネット君、君の回復力は上げといて正解だったんだよ。危ない危ない危ない。またかわせなかった。バイーン。よいしょ。ガチ作業である。いや、こんなんだったらね、楽しいな。もしかしてさっきのムービーとかってさ、飛ばせる？飛ばせるんだったらエスケープとか押せばよかったな。見ていったな。怖いねマジで。あ、想定内の不運だ。起こせるんだ。僕は起こせるんだ。見切りました。起こせるのかな。あ、でもさ、これマルチプレイだから僕ね、セーブボタンというかアイテムボタン押してもさ時間止まんないよね。俺は不敵な団長だな。頑張れー。いやいやいや、
一緒に戦ってくる。あ、ご飯食えばいいのか。ご飯食うよ僕も。今までご飯食うとかね、やったことなかったから。頑張ってー。そして全然お酒飲んでない。ナイス。いや、ここ飛ばせないわ。でも僕もご飯食べよう。やっぱね、サバ主みたいなところあるから。この人の動きおかしいなって思ったら敵だった。わら、画面クリックしまくってると右上にスキップって出るよ。はい、待ってね、ご飯を食べます。マルチフィルターとかなかったっけ。おお。は、風よ。もぐもぐ。ベニー冒険団出発。よし、行くぞ。でも攻撃力アップだからね。防御上がってない。元も子もない。でも削りやすくは多分なってるはず。死ぬスピードは多分変わんないけどさ。敵だと。そう、僕はね、さっきの視点の時死んでたからね。死んだ。まずい。これさ、僕がアイテム使えるのかな。あ、無理だわ。まあちょっと待って、えちらおちら。まずい。使えないよね。うわーん、これさ、強い人のところに入るのが正義では。今思ったらワニタドライでも良きだよ。いや、頑張る。ちょっと時間かかっちゃうけど待ってもらっていいかな。死んだら死んだでね、もう一回やればいいや。えらい。これで片方が回復するから、あとは。見切りました。全力攻撃だ。千人の極さばきの怒り。時間が足りるか問題だな。どっちかというと弱滅の。なぜわらわに助けを求めない。火力がないんだもんな僕。まあいけそうか。死ななきゃ。あぶねえ。さすがベネット君。千人のご高齢だ。燃えろ。この程度みんな俺が守れ。見切りました。無我の境地。行くぞ。あ、勝った勝った勝った。あ、なんか加入申請が届いた。ちょっと待って、 Y 押していいのか。で、デイビッド。 Y デイビッドさんから申請来たけど。あ、
本当だ、スキップ出た。これ僕がさ2キャラ使うよりさ強い人2キャラ使った方がいいんじゃない？どうなんでしょう。このままでいいんだったらいいけど。裁きの雷属性を見下ろす。ま、なんかあったらコメントしてね。ごめんねデイビッド君。ヨツバさんがデイビッド君だったらちょっと申し訳ないけど。逆に四つ葉さんがデイビッドで献身してたらおもろいな。おら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 。名前大体四つ葉にする。じゃあびっくりした、いきなりデイビッドさん。そうか、マルチプレイオンにしてるから。あれこっちじゃない。ぴょんぴょんしてる。味方もぴょんぴょんするの、これ楽しい。あと何回ぐらいしよっかな。3、4回しよっかな。樹脂は勝手に補充されるよね、多分もらうときに。レッツ。あ、待ってほしいときとか抜けまーすってときは遠慮なく抜けていいからね。あったあった。うん、あぴゅー、痛い痛い痛い。ベネット君の自分の回復フィールドでごまかして。みんながウルトブーム回すからさ、ライデン将軍が回るんだ。まあ火力的にはそうでもないけど、ウルトがこんな高回転するの楽しいな。ナイスぴょんぴょん。いいね。脆弱樹脂いっぱい使って樹脂が224になっちゃった。待って、ご飯を食べまあ、うん、スタミナ回復しかないんだよな。マルチ向けの食べ物がねマジであんまない。よいしょ。お主でこの技を燃えろ。無我の境地。見切りました。ハドッコ怖いね。みんなは俺が守れ。稲光、すなわち永遠なり。危ない。いい感じにウルトで帰ってきたな。逃げ道
地はありません。無我の境地。無我の境地。なぜわらわに助けを求めない。ヒールしてって。シュッ。危ねえ。移動じゃ。いいな、このピョンピョン。あと3回ぐらいしたら一旦終わろうかな。で、他の突破できそうなキャラとか見つけてね、ライデン将軍だけじゃなくて。まあライデン将軍ムキムキにした方が強いのかもしれないけど。ああパンパンだよ。でもご飯は食えるんだ。僕はご飯食えるから暇さえら飯食って。みんながそばにいてくれるわ。逆にタコぶっ潰すか。おらん。雷属性のさ、冬が味方にも行けばいいんだけどね。行かないからさ。ナイス。ぷよんぷよん。これやって次ぐらいかな。レッツゴー。見切りました。うん、みんなと一緒にできて原神のまた新たな楽しみ方だな。これは楽しみ方っていうか、まあ、キャリーのされ方というか大キャリーしてもらってるな。まずなーい。ロックオンがぶっ壊れてますね。間違えた。何間違えてきてんだよ。いける。ナイス。ワンツーフィニッシュは気持ちがいいね。ほらほら先生、敵が落ちてきません。ドン。よし、次ラスト。次ラストで一旦抜けてムキムキになったライデン将軍を。あ、また唾買わんとあかんな。でもワクワクだね。えへへへへへ。ここで油断してここで死ぬんでしょ知ってるんだ僕。慢心するとすぐ死ぬから。片方をさ、お殴りにしちゃった方がいいんかな。あれあれ本当に死んじゃった。
頑張るぞ僕らだって。あ、死に死にました僕らだってって言ったら死にました。まずい、待って、僕だけ終わった。慢心したのは俺ってわけ。生阿弥陀仏。あと5分内に削れると思う僕。正直ね、無理だと思うんだよね。メイン火力じゃないから。生き延びはできると思うけど。リトライ案件。はい、これ卑怯出るでいいのかな。卑怯出ちゃったけど。ベニー冒険団出発。ライデン将軍を強化するぜ。全部レベルアップ。七天神像へレッツゴー。あー、これどこまで上げればいいんだろう。周りを探索してみないか。え、全然足りん。もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。なになになに、なにこれ。宿女、え、宿女と戦えんの。あー、はい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 。あ、6までだな。じゃあこれレベル6まで上げれれば一通りまあ頑張ったねって感じか。なほね。全人像行くか。八までは上げたいです。ぐえ。あ、八？宿女行く。いや、宿女の前に。待てよ。待てよ。絶対さ、これさ、僕が二人操るよりさ、強い人が二人操った方がいいって。僕なんか死んでもどうでもいいっちゃいい。待ってね。ランク的に無理でございます。ランク的に無理、ね、宿ランクがね。え、何、一緒に行けない。あ、何、僕のところに入ってくるのはいけるけど、他の人のところに行くにはランクの差がブーブーってなるのか。そうそう。あー、だから強いところに寄生をするのはできないの。はあ、なるほどな。僕ランク今そうだよね、45とかだけど。今オンラインに入ってる方、タッカーレベル高っ、レベル高っ。あくまでお手伝いができるだけっていう。なるほどね、わかった。じゃあ頑張るよ。で、ライデン将軍は、天武は、まあ、源流とかも全然上がってないけどね。巻物は結局集めないといけないんだね。巻物と、これってさ、レベル8になった時に巻物をさらに必要、まあ、必要なんだろうな。必要なんだろうな。もっと必要になるね、大の字。じゃあ、あとこの源流を多分レベル6に上げるのに6と9だから15個必要だから、それまではさっきのところでやりたいな。かっこいいキャラになってる。待って、名前出てこない。アルハイゼンだっけそれ。ちょうど今スメールやってるからそれっぽいキャラだった。アルハイゼン。おお、当たってた。
で、僕は偉いのでご飯を食べます。待って、自分のキャラクターに、自分のキャラクターにしか有効じゃないのこれ。自分のプレイヤー、味方全体にとかじゃないんだ。なんかごめんね、みんなに効果を与えたかったけど叶わなかったぜ。なんだっけ、サンゴの宮か。いいね。あれ？あ、いた。よいしょー。カチ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 。15個貯まるかな？あと7回ぐらい。あと7回マジ？なんか強くなったなみんな。なんかベラボーに強くなってない。危なげがなさすぎる。忘れちゃうな、まだ周回に慣れてない。5、ああ3個手に入るときもあるんだ、いいね。しかもこれライデン将軍だけじゃないでしょ使えるの。他の天分も上げれるぜ。あ、ちゃう、スカル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 、よし出発。逃げ道はありません。無我の境地。マジで強いな。問題点はマジで見えないぐらいで。何してるか分かんねえな。待てなんか若干ラグいな。ワンパンで死ななくなったけど、俺なんでイージーモード入った。よいしょー、いっそげい、スタミナがねえぜ。58、めっちゃ集まる。あと3回ぐらいやればいけるかもしれん。うちのココミンは1回の回復が7400ぐらいあるので余裕で回復ができます。7400、やば。
ベネット君がな7割回復、ベネット君7割回復しかないから、まあまあまあ僕はスコアゲーだね。じゃあみんなの生存、どっからしょ、おい逃げ道はありますあ、このアルグリだ。これで連撃入った時に死ぬんだ。なるほどな、分かったぞ。もう安心を7400回復えぐ。もう倒れるだろうと思って我先にこっちに走ってきちゃった。これ10、あと3回かな、マックス3回で宿城維持するか。強い。ボコ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 。まあスーパーアーマーとかそんなケチいことすんな。いいな、砲撃キャラとかめっちゃ下に落ちてこないじゃん。よっこいしょ。うわスタミナが、12かな。もうお酒飲む暇がない、ひたすらぐるぐる回して。いいね、なんかでもさ88レベルってえぐいよな。僕80レベルだけど90レベルになったからってこの火力出せる気がしないもん。それこそやっぱさ剣舞が足りないし生物も厳選してないから原神奥は不健だな。ご安心を。第4。ゴリ押しゴリ押し。めくるキスの中も不審。あ、なんか達成した。ここで3が手に入れば終わる。まあ多分2だと思うけど。2。次ラスト。次ラストで、雷電将軍全部6いって、あ、でも金の巻物をまた回収しに、でも金の巻物さマジで出ないな。どうなってるんですか。どうなってるんですか、金の巻物出ないが。せめてさ確定1個はドロップする仕様にしてほしいんだけど、1個も出ないってのはちょっと
悲しいな。ありがとうみんな。またいつか金の巻物を頑張って集めるんだ。秘境出る。金の巻物は合成が安定ですね。なあ、じゃあ結局。結局ここをぐるぐる回んないといけない。ご安心を。ってことだよね。やべ、スーパーが。やばい、スーパー交換しすぎて今月分なくなっちゃった。ご明察。はあ。嫌って言ってもやるのですよ。だってもうだって、ね、今金の巻物さ9しかないもん。ズレズレなるままに引くで、すずりに向かって、やべ、え、名刀の唾ない、うわー、え、ちょっと合成でさ今唾何個持ってるか。唾欲しいなら地しばきに行こう。侍しばき、あ、それいいね。侍しばきってさ、侍ってどこにしばきに行けばいいんだ。なんかマップに出てくるんだっけ。今回のやつはなんだっけ。ライデン将軍の天賦は天候の哲学。冒険の書だからで追跡できるよ。冒険の書だからで、ほう、待ってね、天候の強化欄すら出ない。あー足りない。あとで頑張ります。そもそも、あ、これか、のぶしの衆きた。浮世の風景は、今回は大物が釣れたようだ。無我の境地。やはり雨はお化けだ。ストップ。やっ、ここまで。でもさ、影打ちは出るけどさ、あ、え、うわ、めんどくさ、この離島のえ、めんどくさ離島に離島にのぶしのシューマークあるんだけど、終わってない？くそ、なんで悲しくてウェーブボート乗らなきゃならんのじゃ。これってさ、みんなウェーブボート乗るの？それぞれが。おもろ、おもろいな一緒に乗れて移動できたらいいんだけどね。トゥトゥルトゥなんも落とさないぞこいつ。そう、見切りました。稲光、
すなわち、くらえ。司令連の鍵持ってたっけな、持ってたら開けれるけど。こいつ古びたつばしか落とさない。いや、つば集めはね、裏でやるよ。これ自分でなんとかなるもん。築城とか狩るのはちょっと手伝ってほしいかも。宿女の方行っていいですか、これ。演武行きそう、行く、決意。行くぞ、いい冒険団出発。でででででででかーん。え、レベル90があるの、やば。あー、なるほどね。一体どこから氷と炎がもらえるんだ。初期官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。レッツゴー。震えてるじゃない、極寒のせい。もう最近、おいおいおい、よし出発だ。はい、へ、あイージーすぎる宿女。体力、あの寒さゲージだけ気をつけてればいいわ。グレンが寒い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 。シャメ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 。あ、よいしょ。サメ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 。あふなんかね、面白いね。えぐい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 てー。もうこんなん、うん、体力ゲージとか知らん知らん知らん。ぶん殴った方が強いわ。終わって強っ。毎回抜けないといけないの。でもこれ、え、秘境の報酬、え、え、楽しそうで何より。え、そういうことなの。今週の分はもう受け取っちゃう。え、ベニー冒険団出発。就航神なんですかこれ。主婦更新なの今の。毎週1回しかできないんだあれ。うわー、えぐ。なのでしっかり毎週しましょう。そういうことだよね。だから集ボスって言われてるね。はい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 、はい、
じゃあナヒーダさん、やべやべ教えすら一個もない教え一個しかない終わってるよ僕。育成頑張んないとな。主人公もさ、周りを探索してみないか。やばい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 。煉獄にあるお宝が隠れてるかもしれないぞ。頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが、転ばぬ先の杖というように、しておけばぶっちゃけ主人公はそんなに育てなくても大丈夫かも。そうなんかね、中盤までは主人公でいいけど、僕ナヒーダさん手に入ったから草枠これでいいなと思ってんだよね。雷がライデン将軍、炎がベネット君で、あと一枠ね、どうしようかな。まず星5がいない。あ、星5がいないんですよ。だからさ、風とかいいよね、風。カンさんとかね。まあ、このキャラじゃなくてもいいけど、後半のガチャで誰出るんだろう。アルハイゼンが女はべらしてる。トイレ行ってきて。どうぞ。思うがままにジョバジョバしてもらって。海を泳ぐ魚でさえ進む先を決められるように、生きとし生ける者の意志は全て尊重されるべきです。観音は割と引き絵ですね。ひどくかー。今ね、あのナヒーダさんが一凸なんだよね。だからなんか二凸までしてたら強いって聞いて、どっちを頑張るかなって思ったんだよね。だー、まあ、ってかね、そもそも弾けるかどうか分かんないそもそも弾けるか問題っていうのがあって、そこなんだよね。弾けない可能性も全然あるから。だからこそこの職にいる。7、2、2、よし。カンさん引くか。クイック切り替え。転ばぬ先の杖というように事前に準備しておけば。みんなほよほよしたんつけてるから僕もつけました。煉獄に励んでも頭が良くなるとは限らない。いやー、見る者たちを見ればわかることだが、今天井まであと何回だろう。今回踏めるかな。涼しい場所に行きたいとね。祈願履歴1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11、だから55、あと25連ぐらいか。イベント、あー、あとでイベント、イベントやんないとな。とても気に入っています。全て却下しておくとしよう。これ、原神の写真撮影する人たち見たの？そういえば。でだから宿女はもう諦めて、あと他になんか突破できそうな天部素材の人がいれば回したいけど、日曜と。あ、ヒーダさんは？ただいま、おかえりなさい。ナヒーダさんも日曜を、
ベネット君は？ベネット君も日曜僕はさ、その僕のパーティーどうすればいいか問題があるんだけど、ちょっとどうすればいいですかね。ライデン将軍とナヒーダさんを軸にするとして、まあベネット君も入っていいんだけど、あと一つの枠さ、星4か7しかいないんだよね。誰を使うべきなんだろうな。星4だったら、まあ風とかあればいいけど、ファルザン、ロクサーヌ、あ、スクロース、アタッカーが欲しいですね。アタッカー枠なんだ。サポートだもんね、ナヒーダさんも。でライデン将軍も優秀なサポートって聞いたから、でベネット君も攻撃じゃないんだよね確か。まあ回復するし、アタッカーか変身アタッ、ガミン君の突破素材を取ってきます。しばらくは将軍をアタッカー代わりにしちゃえば。はい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 、全然いいですよ。あ、そう、ガミン君ね、ガミン君なんかめっちゃ重なってんだよねあと1回で貫突なんだよガミン君ベネットを諦めてガミン君にくら替えするのはありなのかな。なんでこんな突破してんだお前。え、怖い。ガミン君、僕もあと1体で貫突です。いやー、ガミン君、コーヒー、ベネット、ナヒーダ、将軍で良さそう。そばに誰もいない。はいはいはい、フェン、ガミン君めちゃ欲しいですガミン君あと1体でもね、星音を引き出したら終わんないって聞いた。やばいよ、強いんだシャオリン。お、初期官の仕事はとても簡単だ、だからこそこの職位にいる。で、待って、シャオリンがいるってことはさ、火力っていうか武器が、あ、また武器がシャオリン強化するか。60レベルよ、60レベル。ちゃんと原神は星4の方が強い子多いよね。なんか言ってたね、星5もかわいそうな子がいるって。最優先で売ると、うん、あ、売るとじゃあガンガン上げろ。ズレズレなるままにひくらし、すずりに向かって、へい、突破だ、あさらに突破素材探しに行くか。突破素材、君の突破素材は何だ。あー、まあ風雲の絶雲唐辛子はまあ後で見つけるとして、あれだ、あれあれやろう、あれあれ、あの炎の木のやつ、どこだっけ、ここら辺だった気がする。ベネット君のやつでグーグル周回したからな。世界ランク上げれないの、上げるの失敗したの、なんか結構ショックだな。あ、水枠いいんですか。じゃあ僕はね、雷と氷でいっか。え埋まってた今、怖い。宝石も10個集めないと。
まあ、武器も強化しないと。待って、そうだ、武器今さ。晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも、連武卑怯土曜日できるやつある。うわ、黒い、なんもない。なんもないよ、武器。ほら。もしかしてワンターンで終わる。強すぎ、笑おう。強っ。強いよ。唐辛子集める場所を覚えてないんだよな。唐辛子集めるか。待ってね。突破。そうだよね。唐辛子。原神。唐辛子。場所。はい。素材をマップに表示させるキャラ誰だっけ？リユエは7とかじゃない？だからね、マップにはピックアップされるんだけど、でもリユエ特産のやつだけだから、だけっていうか、特産のものだったら何でもさ、それだ。なるんだけど、ほら、こういうさ、なんか、マジで関係ない石とかもなるから、ね。だからちゃんとね、ルートを見た方がいいんだよな。絶縁の塔から回収ルートみたいな。剣与盤石。あ、これで割れるんだ。なんか見たぞ、勝利さんで、真ん中のでっかい岩の穴のやつをさ、ガリガリガリ削って。石は全部回収した方が良きだよ。信頼を下せます。やっぱ使う。分かったから。そうだよね。ちょっと警察層行きます。そうですか。警察層行って、めっちゃ使う。何に使うんだろう。僕まださ、なんか使うあれが分かってないから。また勝利さんが。待ってね。ナヒーダさんにして、素材回収楽にしよう。ルート3。ワーポイントから南西の段差の下に。南西の段差の下？難しい話するじゃん。階段の下。おお、あるね。マップ開いて、カッパマークつけて。で、北に向かって飛翔すると下に2カ所目。難しい話するじゃん、マジで。北に向かって飛翔すると、あった。案内してくれてる。え、もしかして分かるの？今マップ見ながらやってたから。なるほどね。よし。こっちにあるっぽい。
と。じゃあ座っちゃった。ここにある、でここにもある、そしたら上の方にがっつり素材集めしてる作業配信、作業配信よりえぐいかも。あー落ちる。いた。いた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 。お前はブルファンゴか、モンハンの。ここら辺にもある。ルリ百号とかも取っときなよ。ルリユリもなんかに使うんだよね多分。なんかめっちゃ金入る。なんなん。このゲーム素材はあって損ねないからね。あって損はないんか。見つけるたびに取らんとあかんか。頑張りますまあ素材集めてなかった結果がこれだからね。集めた方がいいっていうの分かるよ集めてなかった結果がこれだよ。でも絶縁の唐辛子よね、回収ルートマシそう、いっぱい手に入るわ。ここら辺にもあるって書いてたけど、もっと早く。これはルリユリだ。あ、やばい。ここの橋渡って、でこっち行って、でなんかここら辺にあるっぽいな。あった。でよし。したらば、なんか、下方向にあるっていうのを見てな。山をたどれって書いてる。でもここの3個はいらないかもな。労力がかかるから。よし。つうわけで、また炎の葉っぱを狩るぞ。やべ、ナヒーラさんにしちゃった。直そう。ナヒーラさん、はい、来いよー。解雇よって思ったけどさ、でもこれ僕いらない説あるからな僕の火力あくまでサポートにしかならない説。てー
リディン。アバー。見切りました。よいしょ。これでシャオペン名前がマジで不安定。まあまあここら辺の炎はねいくらでも周回できるんだよ。僕でもできるから、僕でもできるから、待って、ちゃんとやることを書こう。配信を開き、やることを書こうぜ。まず、ライデン将軍の、伝部上げる用の、名刀の唾。メイトウのツバを、よし、で天候の哲学、まあ、天候の哲学はいいとして、いや天候の哲学も必要だ。天候の哲学。1、2、7、7、2、2、7。で、ライデン将軍突破したら、次ベネット君で、ベネット君はね、ちゃんとレベル3に上がってんだよな。なんで？え、なんでこんなレベル高いんだろう。突破してるからか、これ。はい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 。突破で天部レベル上がるんだ。なるほどな。え、じゃあさ、ベネット君諦めて、ガオミン君にした方が、いいん。浮気しがち。どうなんだろう。評価がわかんないよね。ベネット君とガオミン君、どっちにすればいいか。命の星座的にはこっちの方がね、ムキムキなのはムキムキなんだけど。で、ナヒーラさんの突破素材、これはいいとして、天部がマジでか細い。創意の教え、ソイの教え、今何をキノコの方し、5時しかない今のキノコの方し、キノコンの方し、やだよ素材ばっかだよ。でそれでよくて、あとはシャオリンの、ここはなんとかなるな。あ、やばい、天部だ。そうだ、お前も天部が必要だったんだった。あげるんじゃん、めっちゃあげるじゃん。グオーパーあげて、勤労の導き、なんか嫌だな。勤労の導きなんていらんよ。で、スライム分泌物。あ、これは溜まってるね。よし。唐辛子を拾うと、そんなのあるんだ。知らんかったぜ。で、一番のネック、武器。マジで武器。武器の強化。根弱劇画の石格、何ですかそれは。
混着できれば。の、赤角。1、2、7、2、2、よし、混沌の中枢。やばくない？え、何も足りんじゃん。月が、ま、来たってこと。フライムの誘惑。ああ、もう。やだよー。やだよー。これは興味になりますわ。フライムの誘惑。違う誘惑なんだよね。幽霊。で、シャオリンも槍だから槍の強化。待って、こいつを使う前に槍3種類しか選択しなかった。なんでもないっす。どれ使ってもいいわ。滅竜はこれ、このままでいいな。から雲海、違う、向かい雲海の、あ、もう めんどくさ。簡単な日本語で頼む。雲霧雲に雲間の水銀。まあ風魔の絵巻とかもうスターダスト効果でいいや。はあ。はい。僕がやること、ここら辺を集める。苦しいよ。やばい、リスポーンしなくなってる。戻って。もう一回炎のやつ借りませんか。炎のやつ借りませんか。勝ったらね、今日はおしまいにしようかな。ちょっとやるべきことが分かってきた。了解。やるべきことが分かってきたぜ。え、羽がかっこいい。あれ？羽さ、それちゃんとさ、村っていうか、評判クエストみたいなのちゃんとやってたら上がるんだっけ。ここら辺もやんないとね。そうそう。You are my soul, so easy. So far, you can play now. 誰も邪魔しない。ラブラブを集めて、先を行こうぜ。足、いいよ、いいな。僕もここまで強くなれるかな。というわけでバリナさんありがとうございました。このエモートとかってあるのかな。あ、ライデン将軍だ。私が私を見つめてましたみたいな。よし、スクリーンショット撮ってペイント保存しとこう。次回サムネだな。今日のサムネもね、ちょっといじったから。
ゃコポコポ音鳴ってない。え、ああそっか、立ち姿変わってる。そう、今日のねサムネ伝えたりそう無理。いやー、強化素材の話じゃなかったね。天物素材なんもなかった。はい、ここら辺を次回貯めていければと思います。あ、世界を離れました。ありがとうございました。待って、主人公死んで主人公死んでてくさ。ごめんよ主人公くん。思い出した頃に笑えてくるな、そのおつりょうま。よし、主人公くん回復、あ、された、よかったよかった。つうわけで、おつん、はい、次回原神やるときまでにはね、頑張りたいな。頑張る。うん、何を頑張るかはちょっと、すごい久しぶりにマルチで来て楽しかった。今原神やってる人ってさ、多分一人でさ、全て完結しちゃうと思うからね、一緒にやるってことないんだろうね。まあその点僕みたいな、ヘッポコ原神 ER は皆様からの助けがあって生きておりますので、皆様がいて今日はサクサクできたり楽しかったりね、火力が出たのを見てやる気が出ました。頑張るぞ。まずは4桁まずは4桁目指して、頑張っていこうと思います。それでは今日の配信はここまでとさせていただきます。おつりょうま、バイバーイ。ここって交換したら音なんのかな。交換しても音なんない気がする。いや、記憶がない。そんな時はね、僕が交換すればいいんだ。おつりょうま、なるんかい。なるんかい。どこに響いてんだこのおつりょうま。まあいいや、楽しかったです僕もね。いいよねこのレインボー尊い、好きだわ。自分で作って思ったけどマジでいいわ。はい、今日の夜はツイキャスはどうしよっかな。ツイキャスは、あ、やべ、レイド、待って、レイドしたい。今誰か配信してるかな。あー、僕のね絵描いてくれる白玉ジュリさんのところにレイドしたいと思います。レイドね、残ってるとポイントがたまりますので、もしよければよろしくお願いいたします。ゼレイドハズリンカンセルド。え、キャンセルされた。キャンセルされちゃった。まあ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 、これでキャンセルされたね。今度こそ、はい、行こうと思います。そしたらお疲れ様でした。またね。